東国原英夫さんの YouTube そのまんま宮崎にゲスト出演させていただきました。イエーイ。でほらまたね、僕の移住誘致、誘致第1号第2号なんですよ。あ、やった、ありがとうございます。実際は宮崎来たのは1号ですもんね。住民としては先名だけで、先名だけで選挙から来てたから、うん、で1号良かったんだけど2号がちょっと問題児だったで彼はトラックドライバーをやってたんですって。それでトラックのドライバーさんをやってて、僕はあのグラグラブラッチェっていうあの日本放送のラジオ番組を帯でやってたんね。それをトラックやりながら聞いてて、これはこの人素晴らしい、この人才能あるぞ、この人伸びるぞ、この人の弟子になろうと思ってトラックを捨ててうちに来た。それビアッコなんかだよね。そう、名古屋から鳥取までトラック運転してて、はい、途中琵琶湖が見えるんで、はい、琵琶湖にトラックをつけて、はい、一日中ボーッと琵琶湖を見てたら、はい、クビになったんですよ、はい、でその時にラジオから流れてたんで、はい、ああもうこの人に会いに行こうと思って。はあ、クビになってきたのか。そうなんです。初めて聞いたよ俺はちゃんと、ちゃんと前の会社に、運送会社に話をつけて僕は芸人目指しますって。もちろん毎回ほらトラックで聞いてたんで。なるほどなるほど。で琵琶湖に車つけて、うん、ボーッと一日中琵琶湖見てたんですよ、うん、ラジオ聞きながら。なるほど。そしたらクビになっちゃう。あ、でもそれ近いわ。あの、切ってもらってもいいんですけど、殿もタクシーの運転されてて、でも今度やってられるなと思って、もう浅草フランスだ。そう、そっからあの湘南かと海行ったらしいんですよ。海に行ってほぼ0円で売り上げで戻ってきたのが、どこ行ってたんだ、いや今日暇でしたわ、朝腹が真っ赤かに焼けてたんでお前海に行ったんですで、やめたんですよね、うん、近い近い。そうそう、だからそれでラジオからもう早くこっち来いみたいな声が聞こえてきて言ったもうお前そんなとこそんなとこ心配じゃないよ、こっちの水甘いよ、面白いよ。それでもうすぐ新幹線乗って東京行って、笑っていいと思って生放送やってて、そしたら東さんが入ってきたんですよ。で歩くのが早いからもう後ろから追っかけてて、肩をポン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 叩いて、すいません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 そうそうそうすいませんすいませんすいませんです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 早いからね。です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 弟子にしろって言ったんですよ。弟子にしてください。弟子弟子弟子、いやもう早いから、もう今思うと失礼なんです。肩をずっとそうそう、まあ、ことも短いね。いや僕を、ね、僕を弟子にどうですかって言われたのどういうこと弟子にどうですかって面白いなと思って、プレゼンだね、うん、だからまあ、あの、まあまあ、大変だから大変だから、まあまあまあ身の回りを世話っていうか雑用で、あの いたらって、そっからあの世田谷の大沢のところで僕は住んでたんですが、そこ近所に彼は住むようになった。だから そっからですよ、あの1995年のあの事件が、うん、これを言っていい。